はい、今回のスタート地点はですね、希望が丘東口からです。今日はですね、2023年3月の11日、時刻はですね4時43分。こっち来たのはですね、あのほら住宅地に、あ、ここ右に行きたかったんだけど、いつもここはあのあれ行き過ぎてしまいますね。ここ右でいいんで、ここ右行きますね。ここは初めてじゃないけ、住宅地にですね、季節の花が咲いてるんじゃないかなと思って、こっち初めてですね来たのはね。で、右の方にほら、あの正面右側にあのあれはコスモスの看板が見えますけどね、中山バイパスからちょっと左に入ったところですね。ここは降りれるんですね。初めてですね、ここね。あ、結構あれですね、あの雪の時は大変かも、この道は。どこに行くんだろうか。ここを右行きますからね。いや、本当あの中山バイパスの横なんだけど、初めて通りますね。こういう風になったんだ。あ、ここ押すの忘れた。ん？これはさっきのはそこに行くのっけ？ここ左に行けるんですかね？いや、ちょっとここの坂はちょっと違う。あれ？もしかすると後戻りしてるんですかね？後戻り系。まあ、それはそれで面白いですね。あ、後戻りだ。あ、カラスガニは。カラス、向こうに行きましたね。あれ？後戻りでしたね。後戻りもまたいいんじゃないですかね。おまかせテレビらしくて。ここは希望が丘ですね。いやいや、あのあそこのほら、さっき東口のとこからのあれは、あ、ですぐるっと回って一回りでしたけど、それじゃあここ左に行ってみましょうかね。ここを左、そこです。今クール宅急便が止まってる、そっから入ってきましたからね。へー、あ、こういうふうにほらちょこっとあの あそこはなんだ、病院、クリニックの横の方に、花、この左とかですね、こういうのをね、あれに来たんですよ、探しに。ここはセブンイレブンだから、もうちょっと向こうに行って、向こうに行って次を右ぐらいに行けばいいんですかね。そしたらさっき私がこうあれしたのがこの上だと思いますよ。ちょうどこの上を、そう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 、ああ、こういうことか。はい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 、そしてここに出てきたと。希望が丘団地の、ちょっと待ってね。それじゃあどう行こうかな。いやね、これからね、北山に行くんですよ、ホームセンター。だからここから山田側に出てですね、行こうかなと思ったけど、ちょっと車が今途切れましたから、もう左行きます。というのはほら、右側からも車が来たから、まさかどこでね1分ぐらいの信号待ちになるんじゃないかなと思ったんですよ。どうしようか。いやいや、あそこの希望が丘の本当、方々から見ると、あら、この下ぐるっと回ることになるんだけどみたいなことあったかもしれませんね。あ、ここで U ターンしましょうかね。
U ターン、はい、ぐるーっと回ってですね、あ、この後ろから、ちょうど私の後ろから来たのも、あ、違ったか、人も、U ターンするかと思ったら右折だったですね。あのですね、車いいんですよ、あのアプリで調べたんだけど23度ですよ、23度。名古屋とか北海道はどうなんですかね。あのまあ北海道のあれはよく天気予報とかあの辺で雪とか、そういう時のあれで出てきますけど、うちのこのおまかせテレビのリスナーさんに、まあ前からいらっしゃったんでしょうけども、あのコメントをくださって、名古屋から見てますよというリスナーさんからのそのコメントでですね、名古屋っていうのが一つ、あの要するに日本地図の中のちょうど中心地あたりにポンってこう出てくるわけですよね。でまあ他の動画でも言ったけど、そういうふうにしてリスナーさんがどのあたりで見てらっしゃるっていうのが分かると、なんか、本当はあのリアルな感じしますよ。それでですね、いや今日はあのほら、あの今さっき言ったみたいにあそこですよ、北山に行くわけですから、メインの道路を通っても面白くないですからね。まあ今までも通ったんだけど、ちょっとメインじゃない道路を通っていきたいと思いますからね。ここは東や、あの中山バイパスの延長線ですね。で今の前の車は右に行きますけど、あそこ左に行きます。で前の方はですね、あ、もう右の方か、ちょっと待ってね、右の方があれです、鹿児島市電の、谷山停留所。はい、あー JR 来ましたよ、ラッキー。ちょっと見えにくいかもしれんけど JR ですね。いや、ここを通ると JR とあのすれ違うかもしれません。用意した時はもうすれ違ってましたね。そしてもう JR とそこですれ違いましたからね、ここを右に行きましょうか。右、右からもね車が来ますからね、ちょっとね、あの右からの車をちょっとあのあれしてから行きます。はい、ここでもう一回止まりますからね。そして左行きます。ここはの単線ですから、この JR ですね、指宿枕崎線。あ、向こうか、車が来ましたね。あ、向こうで待ってくださいますね。ありがとうございました。でここを右に行きます。あ、見てください、市電とあれですよ、鹿児島市電とすれ違いますよ。これもですね、ラッキーと思ってください。右側から来ますね。右側から来るけど、あの左側に車ありませんので、これを追いかける形に行きます。左ですね。なんかあの見えないプロデューサーがいるみたいですよね。そして行くとですね、今電車が止まったここがですね、上塩屋電停ですね。でここはですね、あ、左にえらい背の高い、あ、そうでもないか、いや、あのコス、あのあれが何け、菜の花がほら
えらい背が高いなと思ったら、地べたがあそこだったんですね。ここが神明塩屋殿って、鹿児島側から来た、あそこはどこ、ああ、向こうからも来ましたね。ラサール学園に、行かれる人なんかも、この駅で降りられる方もいらっしゃるんじゃないですかね。これはね、私のね、友人、友君のね、あれ、彼はラサール出身じゃないですよ、推測。どうなんでしょうかね。まああれですね、今までも何度も、ラサールラサールって言いますけど、なんでかっていうとですね、私なんかが小学校の5、6年の時に、の同級生が一人ラサールに行ったんですよ。ラサール中学院ですね。ほんでほらもう、何ですかね、同窓会とか何とかっていうそういうのは考えてない頃だから、彼が引っ越したかなんかわからないけど、もう住所もあれがわからなくなってですね、今どこにどうしてるかわからないんですよ。ほんでこういうふうにして私に、ラサールのところを通ってくれ、ラサールに通ってくれって言った友人は、まあもちろん私もそれは分かってたんだけど、彼と連絡を取りたいんですよね。どうしてるんだろうかと思ってですね、まあこれ、今初めてかな。前も言ったかもしれないし、言った動画もボツにしたかもしれないけど、要するにそういうことです。なんでおまかせさんはラサールも出てないのにこんなにラサールにこだわるのけって思ってた方がいらっしゃったとしたら、そういう理由です。あれですよ、もしそれをこれを聞いてたらしたら、ああ俺のことだ、男ですからね、俺のことだと思ってですよ、誰かその知人友人を通じて小学校5、6年生の時の、友達に連絡を取っていただくと、いただありがたいな。ちょっとねここでね信号待ちすぎましたからね、ここねもう左行きます。向こうからの車もほらあれだから、ここも左行きますからね。風よなぜ吹く俺ばかり、ギター。ここがですね JR 指宿枕崎線のですね波の平踏切っていうけど、ということはこの昔はこの辺まであれですかね、海岸が来て、海岸バタだったんだろうか、どうでしょうね。ここ右行きますからね。今日はですね土曜日なんですよ。それでなんで土曜日にあれを言ったかというとですね、ちょっと待ってくださいね。あ、この上がですね笹抜き立橋かな、よく通るんですけど、その下を通ってるという感じです。でここから右行きます。先週の土曜日にですね耳鼻科に行って、ほんで2週間分の薬をもらってきたんですよ。多分鼻炎かなんかわからんけど、要するにちょっと待ってくださいね。私がいろいろな検査をしたんですよ。あそこでですね、耳鼻科で。
ほんで、あのその中で最終的にもう私はあんまり死の子の言いあんまり言わんもんだから、先生、この鼻声さえ治ればもうとりあえずはその難聴とかなんとかはあのいいですか。おお、 JRJR ヤッホー、往復見ましたね、向こうから来るのとこっちからあれするのと。はい、ここ右行きます。なんかまあ常連、ちょっと待ってね、もう一回止まりますからね。常連様ですよ。もうあれを、私のあれを知ってるからあれなんだけど、この人は後期高齢者って聞いたけど、なんでこの電車とか JR とすれ違うだけでこんなに喜ぶのって言われるかもしれないけど、あのおまかせテレビではですね、ドライブ動画中にですね、こういうあの電車とかそのいわゆる列車ですかね、私はその JR ってもう言ってますけど、それとすれ違うとですね、あのいいことがもう一つ加わるっていうあれにしてるんですよ。はい、ここが225号線ですね。多いですね。あの今編集でですね、今ここでいいのかな、今編集で1年2年ぐらい前の動画を編集してるんですけど、編集っていうかあの 見直してるんですけどね、あのキーワードを入れようかと思ってですよ。でそのそうすると、あのコロナが始まった頃なんですよ。ほんで、あんまり用事がない時は外に出ないでくださいとかね、それとか、飲食店の時短要請とか、それからもう店を開けないでくださいみたいなね、あれが出た頃ですからね、車がねほとんどいないんですよ、今に比べるとですね。ですからそういった意味でもですね、あのお任せテレビ、あ、ここを右行きますからね、あ、北山です、さっき言ったみたいですね、えらいと悪気しましたけれども、でもあのね、さっき言ったみたいに、何をそんなに喜んでるのっていう感じの、電車に、電車も2台、それから JR も2台すれ違いましたからね。それとですね、今日のね、動画はですね、試行錯誤をしてるんですよ。で、それは何かっていうと、今まではこの GoPro、車載カメラですね、これをね、運転席のね、ちょうど前に、設置してたんですよ。そうするとですね、カーブ、坂道なんかのカーブを、曲がるときに、この、車がですね、センターラインをこうはみ出したような風に見える時があるんですよ。見える時があって言って、そんな風に見えてたんですよ。だからそれを少しでもね、見慣れた人は、あ、これはカメラが、要するにこの何ですかね、自動的にですね、カメラが右にぐーっと寄ったり左に寄ったりするような感じになって、そのドライブ映像が見やすくなるんですけど、それをだけど逆にですね、細い道なんかをですよ、細くて真ん中にセンターラインがあるところなんかをするとですね、本当道路の右側をね走ってるみたいにしてね、対向車にぶち当たるんじゃないかなっていうような、見え方をしたんですけど、今日はですね、あそこのバックミラーですね、
フロントのですね、部屋の中ってこの、室内のバック、要するに車の真ん中付近にですねしてあるんですよ。だからこうすることによって映り込みとそのセンターラインを越えたように見える。ちょっと待ってくださいね。センターラインを越えたように見える、それが軽減されるんじゃないかなと思ってですね、それをやってるんですけどね、どうなんでしょうかね。いや、今で見たところはね良さそうなんですけどもね。左行きますよ。私がここに来るときは大体がビデオスライダー関係ですけど、ビデオスライダーをですねさらに改良するですね、今あれをして、また昨日の夜ですね、昨日の夜っていうかですね、昨日の夕方近くにですね、ここは北山さんはですね屋上駐車場があるんですよ。で天気はそんなにピッと晴れたあれじゃないけど、まあ桜島が見えるんじゃないかと思ってこっち行きますけどね。で昨日関町や鹿児島駅の近くなんですけど、そこでですねビデオスライダーを使ったらですねちょっと使いにくいところがあったもんですからね、あれここ5時で閉めるって書いてある、5時だったですかね、だったらもう5時で閉まるんだったら、いやいやまだある、何時って書いてあったっけ、いやまだあるですね、大丈夫ですね、あそんなに長くはかかりません、もうパッて来てパッと帰るだけですからね。ですからこっからですねぐるっと回ってこっち、はい、ここですね。もうこれねカメラはねごめんなさい、右に曲がれない、あれできないような形になってるんですけどもね、こう真ん中に入れるとですね、はい、ということでこの動画はここでお開きになります。ありがとうございました。